今回こちらの製品はラブーンブランドとして初の展開となりますオリジナル製品となります。こちらは海外向けトヨタ純正をベースとしました LMR-001 純デジタルミラー、こちらのご紹介を本日はいたします。今回のご紹介内容はこの製品のコンセプト、そして主な機能で、最後にこの製品を使う上での注意事項、この辺について今回皆様にご紹介をしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧になっていただければと思います。まず製品コンセプトについてのご紹介をしていきたいと思うんですが、今例として挙げさせていただきますバントゥルから発売されております N4 Pro というスタンドアローンタイプのドライブレコーダーございます。特にラブーンブログをご覧になられている読者の方々はすでにこういったスタンドアローンタイプのドライブレコーダーを装着されている方というのが非常に多くいらっしゃいます。なぜこういったドライブレコーダーを選ばれるのかということなんですけれども、一番のポイントは何と言いましても確実に状況証拠を収録するということになるわけなんですけれども、徹底的に動画の解像度にこだわられている方が非常に多くいらっしゃいます。で、またこの N4 Pro というのは前後カメラだけではなくて車内カメラ、ここについておりますけれども、3カメラタイプないしは今4カメラタイプというものがあるわけなんですが、駐車監視に特化した製品を選ばれているケースがございます。ラブーンの別ブランドにはなるんですけれども、アイセルという駐車監視の専用サブバッテリーというものがございまして、これを使うことによって長時間駐車監視を行うことができて、愛車の被害に遭った時の状況証拠を収録したいという要望を持っていらっしゃる方も多々いらっしゃいます。まあそういったドライブレコーダーにこだわる方が非常に多いという方がいる中で、またスマートミラーに戻りましたけれども、すでに高性能なスタンドアローンタイプのドライブレコーダーを購入されている方にとっては、こういったデジタルミラーにドライブレコーダーがついている必要はないという要望を多く寄せていただいておりました。なので今回は非常にラブンらしいと言いますか、シンプルな純デジタルミラー、もうこれ自体はドライブレコーダー等はついておらず、徹底的にクオリティにこだわった海外向けトヨタ純正品をベースとしたラブーンオリジナル製品ということで展開させていただく運びとなりました。次にこちらの製品の機能及び特徴についてご紹介をしていきたいと思います。こちらの製品の特徴は何と言いましても、デジタルミラーのみの仕様となっております。今現在 MAXWIN から MDR の PRO1 という純正品ベースとしたドライブレコーダーが販売されておりますが、そのドライブレコーダーのみを排除した仕様のものがこの LMR の -001 となっております。映像を見ていただくとお分かりいただける通りなんですけれども、非常に高精細で、また映像の輝度自体も1800カンデラとなっておりまして、非常に明るく昼間でも映っておりまして、視認性の高い製品となっております。さらに LVDS 方式ということで、デジタル信号方式を搭載しておりますので、アナログ信号方式のスマートミラーに見られがちな輪郭のにじみ、そういったものも一切なく、非常に高精細で鮮やかで、またフレームレートも今回こちらは 50fps ということで、肉眼で見る動きと変わらない滑らかな動きで被写体を捉えてくれる、徹底的に映像にこだわった純正品質の純デジタルミラーとなっております。またラブーンの特徴的なアフターサービスの一つでもあるんですけれども、3年保証ということで、他のドライブレコーダーにはない長期保証ということで、
こちらの製品の方をリリースさせていただいております。なので、こちらの製品の耐久性には非常に自信を持っております。通常、これだけの輝度値の高い製品になってきますと、ユニット自体が非常に厚くなってしまいまして、耐久性として懸念が出てくる製品というのがございます。ですが、こちらは1800カンデラというスマートミラーとしては最高輝度、またスマホと変わらない輝度値を持っていながらも3年保証ということになっておりますので、いかに自信を持ってこちらの製品を販売させていただいているのかということがお分かりいただけるのではないかなと思います。その背景といたしましては、純正ベースであるということをご紹介しているんですけれども、もう一つございまして、シンプル設計であるということになります。こちら見ていただきますと、はい、このように、この物理ボタンが一つしかついていないというものになっておりまして、タッチパネル式でもないということになります。なので、もう、ミラーとして光報を映すだけの超シンプルなミラーという組み合わせになっておりますので、考え方によっては物足りないんじゃないのって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、シンプルな機能の構成にすることによって長期にわたって使用するということができるようになっているというのも、こちらの製品の大きな特徴になっております。ただ、こちらなんですが、タッチパネルで操作をするということはできないんですけれども、カメラの上下調整というのは、カメラ自体を取り付けた後でも設定するということが可能になっております。そちらについてご紹介をしてみたいと思うんですけれども、今、後方カメラの角度のアングルを変えたんですけれども、このように上に向けることというのもできます。で、また、下に向けることももちろん可能です。はい、今思いっきり下に向けたんですけれども、下に向けるということも可能になっております。はい、で、こういった形で私は調整の方をさせていただいているということで、カメラを取り付けた後でも角度調整ができるようになっております。これは一度調整してしまえば、基本的には触ることっていうのはほとんどないと思いますので、物理的な調整式にはなるんですけれども、アングル調整というのは可能になっている製品となっております。物理的な調整機構を持たせるということによって、ハードウェアに余計な機能を付加しないことによって、製品の耐久性というものを上げているということも特徴の一つになってくるかと思います。次に、スマートミラーとして非常に重要な機能ということで、後方視界の距離感、こちらについて述べさせていただこうと思います。こちらのスマートミラーは、ズーム機能というのはついておりません。なので、距離感がありすぎて違和感があるんじゃないかって思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、トヨタ純正品ということになっておりますので、もともとある車のメーカーオプションとなっておりますので、リアの距離感というものもすでにチューニングが施されている製品となっております。また、この LMR001 はすでにデフォルトの状態で距離感が最適化されておりますので、デジタルズームを用いる必要がなく、高画質の状態でモニターを維持できるというメリットがあるということも特徴的なポイントになってくるかと思います。最後に、こちらの製品の使用する上での注意点をご紹介していこうと思います。で、こちらの製品なんですけれども、輝度値が明るくて、またカメラからの映像も非常に高画質になっておりますので、映り込みがあったとしても、視認性というのは通常のデジタルミラーよりも高くはなっているんですけれども、そもそも使い方というのがございます。それはどういうことかと言いますと、今このようなアングルに合わせて仕様の方を映しております。これどういうことかと言いますと、ルーフライニングに映る
位置で合わせているという状況です。そうしますと、だいたい水平ぐらいの位置になるわけなんですけれども、できるだけこのガラスに映り込まない角度で使うというのが正しいスマートミラーの使い方になります。じゃあ逆に通常のガラスミラーと同じように使ったらどうなるのかっていうのをお見せしていきたいと思うんですけれども、通常ですとこういった使い方になると思います。後方視界が映る位置に合わせてミラーをお使いになるケースっていうのがほとんどだと思うわけなんですけれども、この状態でモニターを映してみたいと思います。お分かりいただけるかと思うんですけど、この状態にしますと、ガラスに映る視界とモニターの映像とが混ざってしまって見えにくくなってしまうということがあります。これですと非常に見にくいということがあります。そもそもこれ自体は液晶モニターということになっておりますので、わざわざこのアングルというのを合わせる必要というのはないわけです。なので、まあ、このような映り込みが少ない位置に合わせてやって、このような形で映してあげることによって鮮明に映ってくれるということになるわけなので、本来の使い方というのは、まあ、こういった使い方がデジタルミラーとしては正しい使い方になってくるんではないかなと思いますので、デジタルミラーの使用の仕方ということで、まあ、注意点として挙げさせていただきたいと思います。もう一つ注意点というのがありまして、リアカメラの位置になります。夜間になりますと、後方車両、ヘッドライトを照らすことになりますので、カメラにヘッドライト自体が当たってしまって、眩しいという場合があります。もちろん、HDR 補正によって、ある程度は明暗差が少なくはなるわけなんですけれども、できるだけスマートミラーの真後ろ、かつヘッドライトの光が当たりにくい場所に取り付けていただく。さらに、ワイパーが行き届く範囲で取り付けていただく必要というのがあるかと思います。上下のアングル調整に関しては、アングル調整機構というのがカメラについておりますので、カメラを取り付けた後に調整してあげることによって、最適なポジションの確保ができるということで、取り付けの注意ポイントになってくるかと思います。ってことで、今回なんですが、ラブーンから新しくリリースさせていただきました。海外向けトヨタ純正品レースの LMR001 こちらのご紹介を今回はさせていただきました。こちらの製品なんですけれども、詳細は概要欄、ラブーンのセレクトショップで販売の方を行っておりますので、ぜひ興味のある方は概要欄チェックしていただけますと幸いです。また、LINE 等によるスピーディーでダイレクトかつ確実なサポート、そして3年保証ということで、アフターサービスの方ももちろんついておりますので、安心して購入していただける製品ということで、皆様にご提案をさせていただきたいと思いますので、商品の詳細、概要欄に貼っておりますので、ぜひ一度ご覧になっていただけますと幸いです。